昨年11月、中国オンライン決済会社最大手のアントグループが予定していた上海と香港市場への同時上場が突如当局に差し止めされたのは共産党上層部のの政治闘争に巻き込ままれたとの見方が出ています。アメリカウォール・ストリート・ジャーナルは17日習近平当局が「 同グループの主要株主に江沢民派の存在を警戒したことが原因だと報じました中国金融当局は昨年11月電子商取引作用手のアリババグループの創業者であるジャック・マー氏と同社参加金融会社のアントグループの上級幹部に対して監督管理上の 徴収を行ったと明かしましたこれを受けてアントグループは両市場への上場計画を延期すると発表しました当初両市場の上場で同社の資金調達額は市場最大規模の350億ドル約3兆7千億円に達すると予想されましたウォールストリートジャーナル氏は17日 十数人以上の中国当局者と政府顧問の話として中国当局はアントグループの複雑な所有構造に懸念を強めていると伝えました報道によると中国当局はアントグループが上場する数週間前調査を行いました当局は同社の IPO 目く見書がその複雑な所有構造を覆い隠した と指摘しました調査では同社の株式を所有する不透明な投資事業体の背後に共産党指導部の権力者につながるグループがあると言いますこの利益集団の中に習近平氏らにとって潜在的な脅威となる人物の家族がいますウォールストリートジャーナルはアントグループの投資者の多くは 高二代と呼ばれる共産党の長老や高官の指定だとしました。その中に高達民元国家主席の孫である高世清氏が香港で設立した投資会社防有キャピタルの存在が注目されました。防有キャピタルは2012年中国政府系の国家開発銀行や 政府系ファンドの中国投資有限コンスなどとともにアリババ集団に協力しアメリカヤフーが保有するアリババグループの株式を買い戻すことに成功しました中国当局は外国企業に対して国内のの決済事業への進出を認めていませんこのためボーユーキャピタルはまず上海で子会社を設置し そしてこの子会社を通して上海で投資会社を設立しました。この投資会社が北京の死母ファンド北京景観投資センターに出資しました。北京景観投資センターはアントグループの1%株式を取得し主要株式となりました。しかしアントグループの IPO 目論見書は 北京景観投資センターについて言及しましたが、防衛キャピタルや江市政氏についての情報はありませんでした。また、共産党最高指導部の元メンバーである賀・ケイリン氏の義理の息子、リ・ハクタン氏も、自身が所有する複数の投資会社を通じて、アントグループの株式を取得したということです。カ氏は 高拓民派閥の一員です近年中国共産党内では高拓民派と習近平派による権力闘争が白熱化しています一部の報道では習近平氏が自ら同社の上場中止を決定し規制当局に調査を命じたと伝えましたまた当時は ジャック・マー氏が同年10月に公の場で中国の金融規制当局を非難したことが上場が中止された理由だとの見方が広がっていました。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の9日付によると2018年にアントグループに140億ドル約1兆4800億円の資金を投資した国際投資からは 同社の上場中止で資金を取り戻せなくなっています。